リト・クワトメインは、マーシャル諸島共和国の政治家で、第四代大統領。1939年、日本の委任統治下にあった、南洋諸島のマジュロから、北北西へ、約300キロメートル離れた、ウォッチ干渉に生まれる。1961年に、公立小学校の教師となり、1973年まで続けた。そのうち、 1965年から1969年までは、ウォッチェの市長を兼職した。1974年、新宅統治下における、マーシャル諸島地区の住民議会選挙に出馬し、当選する。この当時、マーシャル諸島は、アメリカ合衆国が管理、統治する太平洋諸島新宅統治領を構成する6地区の一つであった。アメリカ合衆国は、この6地区を、 ミクロネシア連邦として独立させる意図で1976年からサイパンにおいて憲法制定会議を開いた。リト・クワトメインはマーシャル地区代表の一人としてこの会議に出席した。しかし完成した憲法案は1978年のマーシャル地区における住民投票で否決され、これ以降地区単独での独立を目指すことになる。メインは マジュロで引き続き開催されたマーシャル諸島の憲法制定会議にも参加し、出来上がった憲法は住民投票による賛成とアメリカ合衆国の承認を経て1979年5月1日に発行し自治政府が発足した。1979年11月に行われた議会選挙でも当選し、これ以降憲法に基づいて4年ごとに行われる選挙に、 連続再選し続ける。1992年から1995年まで、議会副議長、1996年から1998年まで、天田株羽、今田株羽両大統領の閣僚を務める。1999年11月の選挙では、反、株羽派の掲載ノートとともに統一民主党を、結成し、政権交代を果たす。とメインは、 議会議長に就任し、ノートが2000年に1月に大統領となる。トメインは2期8年にわたって議会議長を務めたが、2007年11月の選挙に向けて統一民主党から離党し、新たに保守派グループの統一人民党を立ち上げ党首となった。アップはカブア派の我が祖国党と連合し、この選挙戦で与党、 UDP の獲得議席数を上回る結果を出した。そして2008年1月7日に議会で行われた大統領選挙では、トメインが33秒中18票を獲得して、ノートの参戦を阻止した。2008年1月14日に大統領選誓式を行い、第4代大,大統領に就任した。任期は4年だったが、就任翌年の2009年10月21日に、 議会による不信任決議を受け辞任した。2020年10月12日、アメリカ合衆国アーカンソー州スプリングレールにて死去。マーシャル諸島は1998年11月に台湾と国交を樹立し、その結果、中華人民共和国との国交が断絶された。リト・クワトメインは2007年11月の議会選挙において、 中華人民共和国との国交回復を公約として掲げていたため、彼が大統領に選出されたことで、マーシャル諸島政府の対中国政策が転換されるとの見方もされた。しかし、否定的な見解も有力であった。そして、2008年1月29日、台湾の副総統、両州連がマーシャル諸島を訪問して、都メインと会談し、 両国の友好関係持続が確認された。トメインは3月10日に台湾を公式訪問、翌11日に中華民国立法院において両国関係のさらなる発展について演説した。2008年4月7日から11日までトメインは日本を訪問し、天皇及び福田康夫内閣総理大臣と会見した。ありがとうございます。